園田学園女子大学の堀田です。まず平成27年度実践研究女性成果報告会に参加できませんことをお詫びいたします。音声のみのコメントをお許しください。私は平成25年26年度の実践研究女性校の一つ、奈良県立奈良予後学校さんを担当しました。研究課題は個々の発達課題に対応する教材データベースの構築とネットワーク化と題しまして、研究目的を特別支援教育に役立つ教材や専門的対応方法、指導のノウハウなどを使いやすい形で整理し、情報を公開するとしました。特別支援学校の中核となる自立活動の充実に向けた教材開発の取り組みを行い、アセスメントチェックリストや教材データベースをホームページに公開することができました。また副題が重要かと思います。インクルーシブ教育システムと学校のセンター的機能を踏まえてです。特別支援教育において障害の多様化が進む中で、個々の発達課題に応じた適切な指導が重要です。そのセンター的な役割を担おうと試みたのです。一つの成果が教材共有ネットワーク TMSN です。情報検索は発達水準によるものから、自立活動の6区分によるもの、課題領域によるもの、キーワードによるものなどで調べることができ、自作教材、プリント教材、デジタル教材などを掲載しています。アクセス数は夏場の研修時期にはぐっと上昇します。その後一旦下降はしますが、この上昇を維持できる仕掛けが今後必要かとは思われます。もう一つの成果は地域ネットワークが構築され、センター的機能を発揮し始めていることです。 TMSN による情報公開がきっかけで地域との交流支援が始まりました。地域の広がり、そして地域との絆を深めることを期待しています。最後に奈良県立奈良予後学校さんの教材共有ネットワーク TMSN を中心とした取り組みがますます発展して、情報の蓄積、発信、共有が継続的に行われますことで、さらなるインクルーシブ教育が実現しますことを願っています。